淡路の島にちょっと行ってこようかなと。今から淡路にシンプルに旅行に行こうかなって。兵庫県淡路島、本州からは明石海峡大橋を渡って車で行くことができる釣りオカリナオールブルーと3回にわたって淡路島編をお送りしてきたが、今回はその総編集、題して淡路島一周の旅、お花を添えて。初日は淡路島南部にあるキャンプ場を目指す。これって何橋？明石海峡大橋。明石海峡大橋、まあ、すごい、ちょっと見えるかな。ちょっと左寄れ、無理か、法律寄れる、これ以上無理。ちょっともう一回左、もうちょっと落ちてみん物は試しで、なんかでも軍艦みたいなのがあるよ。軍艦みたいなのが、貨物船とか商業の、いや軍艦だね、あれは確実に映画で見たやつ。大丈夫、この橋のあれさ、引けそうだよね。引けそうって、コットみたい、そうそう、奏でれそうな。伊能忠敬もここ測量したんかな。いや待て、ないやろその時代には。伊能忠敬ボツボやから。あ、そう、うん、ギリギリだったらしいよこの島が淡路島。あ、淡路島ね。なんか層には見えんけどね。え、何を持って見て。淡路島には見えへんけどね。あ、ほら、あれ観覧車。観覧車、あれ乗ろうか。はい、仕方ないわ。仕方ない、いやいや、乗るしかない。明石海峡大橋を渡った先にあるサービスエリアに途中下車。橋から見えた観覧車に乗る。素晴らしい、はい、素晴らしい景色で、はい、こう観覧車にわざわざお金払って、はい、ちょっと時間ないから編集させて。あんま時間ないから。135m の頂上付近からの景色を。あ、うるさいな。ちょっと編集の邪魔になる。景色見よ、今なんか編集の邪魔になる。違う、メインは景色。あ、そう、ちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、もう島ってのが分かる。分かる？分かりづらいかもしれないけど、こっちがまた線があって、こうぐるっと島なんだよ。分かる？これは分かるやろ。はい、もういいか、降りようか。降りようか。観覧車を降りた松尾は淡路島名物明石焼きを購入。明石焼きはたこ焼きよりも卵を多く使い、とても柔らかい。出汁に浸して食べます。あの明石焼きを、はい、このいただいて。お料金はええからっす。そんなことある、お兄ちゃんまだ若いやし、学業が本分やろ。料金はええからっす。むちゃくちゃええ人やそんな、まあ、なんかこう偏ってるし僕の持ち方が悪かった。最悪に映っちゃうなんかね、ネギポンみたいな。あー、こぼれたね。あ、すごいね。ほんですごいね、ちょっと取っといて。すごいね、これは。じゃあいただきたいと思います。はい、いただきたいな。うん、おう、うん、どう、やっか、やったやった。なんだ、どう、あ、やっぱりその美味しいよね。こうもちもちしてるし、もちもちふわふわもとろとろもしてて。裏側で言うなって俺やろ、俺のターンやろどう、ほのかな甘みがあって、うん、後から奥でガツンとい こう甘みが来て、うん、なんだろう、まろやかな甘みがその中に隠されてて、え、駄菓子食うてんの甘い。でもこの甘さが逆にこう邪魔してる、うん、コメント辛口やな。じゃあ、あのここからさっきから さっき買ってきたタコ棒っていうやつがあって、あの豚まんすごい珍しいなと思って、ちょっと食べていこうかなっていうの。いただきます。あ、うん、なるほど。たこ焼きたこ焼きとはちょっと違うね。硬くは、でも硬くはあるのか。たこ焼きがだいぶ邪魔しそうだけど、かまぼこにたこを混ぜたような感じですね。詰まってるから、うん、これは絶品。おいしいな、うん。だからさっきは淡路島がこうあり、めちゃめちゃ北端にいました。はい、次めちゃめちゃ南に車を走らせていこうかなと。最南端。最南端に向かっていきましょう。ちょっとその道中、粒アイスみたいなのを400円ぐらいで買っちゃってるんで、はい、ああ、どう、あるあるこれちゃんと食レポしたことないよな。ちょっとここ買ってきたとこに文句言いたいから U ターンしてくれ。 U ターンすんの高速で。
あ、でも合流がここあるからこここうやって戻れるから逆走して合流のとこで、あのおじいさんの事件やこれは漁港？漁港だね。うん、マグロの競りやってるわ。やってねえだろ。やってねえのこれ。え、これやってねえの？朝じゃねえ。これやってねえのマグロの競り。マグロがおらんもん。気付けよ。すぐそこ海やから。うん、落ちんといて。あ、振りとかじゃなくて。振りとかじゃなくて。死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ。でもなんかこうガタすごいガタガタ揺れるけど、うん、思ったより乗り心地悪いとかないわ。あ、ほんまガタガタ言うてる。うん、なんか。すごい。でも腰痛くて肩痛いし、うん、あの揺れで頭とか何回も打ってて何個もできたけど、もうちゃんと悪いな。あと3回吐いた。ちょっとあんまり映せるかどうか分かんないから映さないけど、すごい汚い浜に来てる。もう見た限り、あの燃えるゴミ燃えないゴミ燃えるゴミ燃えるゴミ燃えないゴミ燃えるゴミ燃えないゴミ燃えるゴミ、あれ粗大ゴミやな。あれ粗大ゴミやな。種類ないないな。いらない。ゴミがたくさんありますね。ゴミがたくさんね、うん、淡路島南部のキャンプ場に到着。すっかり日も暮れ、今夜はここでバーベキュー。今夜はここでバーベキュー。今夜はここでバーベキュー。そのキャンプっていうかバーベキュー初心者すぎて、いろいろと揃わなかった。椅子もないし、ライトもないし、テントもないし、明かりもないし、最悪。ちょっと完全に間違えてしまった。肉肉肉か。ああ、やここ。焼けたよ。え、焼けてない焼けてない。次はフランクフルト。何本？十本いく？煮ちゃおうもん全部。ちょっと珍しいけどこんなフランクフルトが大半を占めてね。焼肉の絵面って。焦げすごい。あ、すごい焦げてるわ。すごいわ。ああ、初心者すぎてなんで。ちょ待って。いけるか？多分。開かない？違うか、もうこれこういう。ちょっといただきましょう。もう。ああ。ああ。美味しい。まあ。うん。あの、奥歯で噛むときがいっちゃ美味しいな。え？前歯で噛むときより。変なの。うん。あ、本当だ。もう、悲惨だよ。すごい。もう、だって、棒が、棒が、あ、マッチみたいになってる。もう。あ、うん、カットして。え？なんで？一番大事よ。あー美味しい。え？カットして。カット。あー。今二日目の朝です。先ほど歯磨きを終えて、今松尾の中では一番歯がピカピカの状態なんですけども、でもこれは多分トム・クルーズの一番歯が汚い時よりも多分汚いんですよね。僕の中で一番ピカピカなのでも、歯でも負けてるなっていうのはすごい思いましたね。実は。車の中にネズミとニワトリの人形をぬいぐるみを乗せてしまったせいでめちゃめちゃ不便だったよね。もう絶対乗せない。寝てる時は助手席に乗せてて、なんで持ってきたんだろうね。今からフェリーに乗って、はい、なんか渦潮みたいなのが見れるらしいから、でちょっとこう押すなよみたいな下りもそこで入れて。お、渦潮やったら死ぬぞ。マリオの死に方するぞ。渦潮の中入ってデレッデレデレデレやん。まあどうですか今日久しぶりの運転ですよね。ああ、半年以上だな。1年くらいだな。もう何も分からない。まあでも結構こうハンドル握ったら性格が変わるタイプ。そうね。まあでもその今決めてるけど、うん、俺は全財産を、はあ、あの全ての団体に寄付しようかなと思って。ええ人になってんの。ハンドル持ったら性格変わっていい人になる。珍しい。こう気が荒くなってガーンみたいなんじゃないの。いやいやいや、もう安全第一で平和で。ああそう、うん、ほんであの戦争について訴えるは仕事をやめて。いいことだけどね、うん、ハンドル握った方がいい、うん。淡路島と徳島県をつなぐ大鳴門橋の、そば横にできる、川なんかそばかな。淡路島と徳島県を使う大鳴門橋、淡路島と徳島県を
淡路島。淡路島と徳島県をつなぐ大鳴門橋のそばにできる鳴門の渦潮、世界三大の一つと言われています。ゴリラウフォウフォ。ちょっとこうフェリーを行ってきたけど、はい、俺の中では一番今のところ良かったわ。ああなるほど。そう思い出した懐かしさみたいな。あ、そんなんあったっけ。見に、いやワンピースのバロックワークスの読んだ時を友おじさんの船の熱い思いとかを。ワンピースと繋がった？繋がったな、やっぱ。そう。ずっと繋げてばかりや。ワンピース。一つなぎばっかり。ああ、じゃあ、そのワンピース寄りやな。まっすぐ。まっすぐ。どんどんこう船が帰るにつれて僕は盛り上がっていってます。じゃあとりあえずはこれで前半終了で、後半はもっとすごいことがありますので。大丈夫？まだ怒ってないけどね。後半はすごい、あ、驚きの展開がっていう、まさかの展開がっていうことがありますので。あ、でも編集してから言うね。あ、そうか。俺が思うにそんな展開が来るとはなかなか思わんわ。あー、分からん。あれ俺が思うに思っててな。でもそんな展開があることはなかなかあるとは思わんの。難しい、日本語が難しい。その後それぞれの撮影を終え、淡路島旅行最終日の3日を迎える。今が約11時ぐらいで、はい、さっき朝起きてから1回別の動画を撮ってここに来て、うん、もうぶっちゃけ車で一周はしたよ。そうね。うん、な、何？分かるね。一周はして、うん、でここで例えるけど、うん、ここからスタートして、ガン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 でちょっとだけここには行けないんだよ。ここら辺なんだよ、うん、で今からここで自転車を借りてこうチュッチュッって行って、こう一周を完結させようかなって、自転車で最後締めようかなって。分かったんかなこれ。まあ、ここだとすごい難しいかもしれんけど、まあとりあえずシンプルに自転車に乗ろうっていう。はい、じゃあ行きますね。皆さんお気づきかもしれないですが、もう僕たち自転車に乗ってます。自転車に乗る説明なかったんですけど、もうすでに僕たち乗ってます。これが自転車に乗った時の人の形です。説明するの忘れてたから。まあまあそうだとしても今のいらないね。今いらないの。いらない。この木がおもろいね。ポケモンでおるもんな。ラッシー。ダグトリオ。違う。ダグトリオ。こんな出てないわ。こんな出てないんや。うん。出すぎたらラッシー、ダグトリオが。あ、進化違うと思うな。違うんだ。うん。ディグダ、ダグトリオ、ルカリオじゃないの？あ、違うな。ルカリオにはならんよ。その後、ダークライ挟んでラッシー。だディグダ、ダグトリオ、うん、ルカリオ、うん、ダークライ、ダークライラッシー。ダークライは挟まんや。進化関係ないもん。ダークライ挟まんの？挟まへん。ルカリオは挟む。ルカリオも挟まへん。あ、ほんま。ラッシー挟むね。ラッシーは挟む。まあでもなんかすごい自転車に乗ってるなっていうのは思う。まあ乗ってるからね。絶対にその乗って、あ、景色が綺麗とかそういう感想言わないと。あ、そうか。うん。こっちか。ずっと水平線が見えてるんよ。ああ、そうだね。そういう感じ。終わった。めっちゃ難しいな。あーでもそらいいわ。どういうこと？そらいいわ。何が？会があった。会があった。あ、こう楽しかったみたいな。来てこう良かったなみたいな。会があったな。あーちゃんと言わないと。その今景色がちょっとあの工事を挟んでるから。でこっちは道路だから。ちょっとあれだけど、なんかたくさんいいです。なるほど。まとめちゃったんだ。そう、たくさんいいなって思いますよ。やっぱ細かい部分伝えていかないと。そんなは細かい部分、あの木を支えてる、この変な木を支えてるわ、うん、あーいらんな。いらん。ちょっとちゃうな。あ、海が見えてきたんじゃないか。うまいね。じゃあお先。ここだけなんか島みたいなんが、なんか立ち入り禁止って書いてあった。何々以外立ち入り禁止って読めへんから見てくる。あ、ほんま。おったらいい。ここ
どうやった？何も書いてへんかった。嘘つけ、うん、何も書いてへんかった読んでたやろ、こうやって指でこうやって。いや全然何も、真っ白。嘘、真っ白の板だ。立ち引きしって見えるけどね。見えるやろ、書いてる。真っ白だ。真っ白うわ、すごい姿勢がいい人だ。なんか喋ろうね。あー休憩してるわ。お、そんな言って。すごいくつろいでる。行こうぜ、行けよ。おー寝転んでるやんけ。なんかこう、あんま家ってあるかもしれんけど、うん、海とか浜とか山とか、うん、空とか、うん、帰ってもあるよね。やめとけよそんなことは絶対に。今は帰路に立っていますけど、はい、まあ、座りながらね帰路に立ってるんですけど、まあなかなか3日間楽しい3日間だったでしょうか。でしょうかでもね、まあ楽しい3日間とはもちろん楽しかった、旅行もないし楽しかったとは言いつつも、うん、まあ仕事なんで、まあまあね、仕事だなって思いました正直。そう、楽しかったのは楽しかったけど、仕事が楽しいので、また言わんとけばいい。ちょっとあれなんですけど、まあ、気がすごい、あの疲れるしね、寝るのも。もう、まあ、ネガティブなことばっかり、うん、だからそのまああんまり旅行としては、まあ、そこまでだったのかなっていうのがですごいいい島でね、うん、うん、で仕事じゃなければともう思いながら。楽しかったの一言でええので、初日にねお花をこう買いまして、お花と一緒に3日間回ったんですけど、なんか増えたよね。増えた、お花1個だったけど花が、うん、マジで増えてて、咲き乱れたってこと。咲き乱れました。マジで、あんま旅中にこんなお花買う人いないけどね。そう、俺もまさか自分が花を買うとは思わなかったけど旅の初日に花を買って3日間ここ置いて、まあ、あったかいからね車の中、うん、まさか咲き整うとは。整うまんまね。まあこのままあとは普通にもう帰るだけで、はい、しっかり帰っていきましょう。パチョパ、そんなチョパ、そんなチョパ、そパチョパソマチョパソマチョパソビルバンド。ちょっとあのなんたら神社っていうところでなんたらおみくじみたいなのをちょっとなんたらかんたら引いてみたんで、まあまあよく私は普通のタイプので、僕はこのなんかこういうおみくじが中にあって、うん、こういう指人形になるんですよ。大吉やって先に、俺が読む前に俺が読む前に、あんまちょ、これ個人情報やから、個人情報おみくじが、うん、あんまよくない。よくない。あの何が載ってんのこれ。なんかお産やすし学問かなう、なんか雑なんだよね、うん、適当だね大吉であれば大吉であるほど適当なんだよ、ね、適当なの。じゃあ俺行こう。なんか神主さんが言っててんけど、さっきのおみくじよりかは位の高い人が引くっていう。えおみくじで位とかあったの。行きます。吉、第39番の基地だから。まあでも願望念じれば叶う、そりゃそうだね。うせもの、家の中にある、うん、うせものって読むかな、分からん。そりゃそうだね。争い事、短期は禁物、うん、転居いい、うん、商売広げず正直に、うん、縁談人の言葉に、ま、惑う、まあそうなんだ、そうなんだ。恋愛気長に付き合え、うん、家庭近所付き合いよ、出産やすし、うん、学問勉強すれば成果。なんかずるないこの願望念じれば叶うとか学問勉強すれば成果とか、なんか別に特に何もない、ね、そうね。じゃあお疲れ様でした。はい。